なんで私が罪感じなきゃいけないんだよ。私6歳の時に変な男に変なことされたんで、自分の体なんか好きな人とできる体じゃないなって。玲子さん、知らない間に見違えるほど綺麗、何も知らなくても幸せになれるかな。はい、では本日の高橋良樹のシネマ館配信も、素晴らしい映画監督とお話しさせていただきたいと思います。まずは自己紹介のほどお願いいたします。はい、映画監督の三島由紀子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。監督の、ね、作品何本か拝見してるんですけども、初めてお話できるということで、はい、嬉しく思っております。そうですね、なんか過去作でもいろいろ話をしたことがあるんですけども、今日はあの新作のインタビューということなので、新作ですね、今回になります。1月の恋に喜びを刻めですね。はい、簡単にあらすじの方をお願いします。そうですね、大阪道島、はい、北海道洞爺湖、八丈島、3つの島を舞台に、はい、心に傷を負ったあの人たちが、はい、どうか罪の意識で生きて、でこれからどう生きていくのか、はい、人間参加の、映画になります。はい、ただ3つの舞台で描いてるんですけれども、はい、最後にはそれが1つの物語が帰結して、はい、1本の映画となっております。はい、ね、あの前作は、ね、ドキュメンタリー映画ということでね、あの、そうですね、東京組曲2020、はい、あれも拝見させていただきまして、ありがとうございます。コロナ禍で撮られていろんな監督の作品があってね、あれもちょっとまあ思いますっていうか、あの数本あったね作品やって、はい、今度どういう出てこられるかなんて、普通の映画で、まあ、賞に分かれて、劇映画ってことですね。劇映画ね、あの賞に分かれてるっていう作品で、でまだこれ3つのね島で撮るっていうね、はい、あのそこにも意味があって、はい、あの最後、まあ、大阪道島っていうことね、あの監督の我出身のところですよね、この場所ね。はい、もう完全に故郷ですね、道島で生まれて道島で育って27歳まで、はい、道島に住んでましたんで、はい、なんか、はい、道島ってそんな住居あったっけとか、ね、なんかビジネス界のイメージがあって、あれどこ島、はいはいはい、あるんですよ、島内会もあったし。あ、そうなんですね。はい、昔は道島小学校っていう小学校もありましたしね。なるほどね、なるほどね。だからどうしても私も関西なんで、なんか最後のその道島のところの物語に割合思い入れがあったんですけども、まあ、そういうやく、まあ、一生目のね、あの作品もすごく、はい、あの心に残るものがあって、あのまあ小別にもね、あの話をさせていただこうと思ったんですけど、我この第1章から第2章、第2章から第2章、第3章へのなんかつなぎの部分もすごい好きで、あの嬉しい。どうですか、我1章から2章ってな、船つながりですっと入っていくじゃないですか、うんうん、で2章から 3章も船かな、なんか我船ですよね、船がつなぎに入っているというのは、それはですね、わざとですね、意識してという。あ、そうですね、もともとその島っていうのがこう、はい、孤島というか、はい、あの離れて存在しているので、はいはい、なんかこう人間みたいだなと思っていて、はい、で、かつて今まで私結構水っていうものを、はい、その死の入り口みたいな感覚で撮ってたんですよ、読みの、はいはいはい、でも今回はその島と島、要は人間と人間を結ぶ、はいはい、ものとして水ってあるんじゃないかって思い始めて、はいはい、うん、でその島と島を結ぶものって何なんだろうと思った時に、うん、あ、船というものが、うん、あることで、うん、あの島と島ってつながっていくもんなんだなと思った時に、はいはい、うん、あの島と島を結ぶその船を取っていこうと思ったんです、うんうん、
なるほどね。本当だったらこの島と島はあので生きてはる人っていうの味わることないんですけど、例えば声だったり声が届くとか、はい、太鼓が届くとか、うん、何かしら何かがこうつながる瞬間っていうのは、はい、物理的にはないかもしれないけど本当はその共鳴するという意味でつながってるんではないかということを、はい、ある意味信じたいっていう願いを込めて、うん、あの島と島を結ぶような何かで、うん、つないでいこうというふうに思ったの。あー、なるほどね。だからあれがね、うん、パタッと切り替わるよりもやっぱりこう船つながりで進んでいくんで、うん、そこが好きやなと思いながら、はい、あのショーの移り変わりもこうその前のショーの余韻を残しながらちょっと時間与えてくれるっていう、ね、うん、船のシーンで少しこっち見てる方のちょっと気持ちの切り替えを与えてくれるっていうようなちょっと演出になってはいいなと思いましたね、はい、でこれはもう我々全体に監督の経験や思いも詰まってるっていうのをお聞きしたんですけど、はい、まあ、自称伝的ではないんです。それ、そう、あ、全然それはそんなことはないです。あの、はい、これはでもその自分のある47年前の、はい、ある事件をきっかけに、はい、あの全然こう劇映画として新しい物語、はい、新しい人物を構築した映画ですので、はい、全然私の映画でも全然何でもないという、はい、ただあの入り口として、はい、自分5歳の時に経験した、はい、あの性的なあの、はい、というものを受けましたので、はい、そこをきっかけにして、はい、人間の何を見つめていこうかなっていうことが始まりだったんですよね、うんはいはい、でそのまあ性的な傷を受けた時に一番その思ったのが、はい、あのなんでこう自分があの捨てられたのに罪の意識を感じなきゃいけないんだっていうのが、はいうんはい、すごく心の中の大きな意思として存在してますので、うんはい、じゃあ罪の意識って何なんだろうということをあの、うん、見つめていく映画にしようということで、はいま、スタートしたという、ねうん、なるほどね。だからまあ先ほどまあ船の話が出ましたけどもこれ、まあはい、あの一章から三章に関して我々海っていうつながりもあるしで我々、はい死っていうところも描いてますよね。死を詩を我々描いてるから今度逆に生きるっていうところ の, あの意味も我々訴えてるのかなっていう感じでそういうのを感じましたね、うんうん、ありがとうございます、はい、そうですね本当に、自分自身がやっぱりその6歳の時に、はい実つけられた時は本当にその肉体を消してしまいたいというふうな思いで受けた時期あったんですけど、だからまあそういうシーンみたいなのが漂うように映像の中で描かれてしまうんですけど、やっぱり自分自身はあの映画を 見ることによって、はいいろんな人が、いろんなことに苦しんだり悲しんだり喜んだり、うん人生を生きてるっていう姿を見て、はい、あなんかこう思いながらでもこう生きていくっていう姿っていうことこそがまあ美しいんだなっていうことを教えてもらったおかげで、うんまあ、映画があってここまで生きてこれましたし、はい、あの映画を作りたいと思ったきっかけもやっぱりそこだったので、それはあの如実にそこの部分が出ているのかなとは思います、うん、我々の背景性その2つね、生きと知るっていうのも我々ずしっときたかなっていう、うんあのテーマの中にね織り込まれてたなと思います、はい、でまあ第1章第2章第1章あの3章でいろいろまあ話があるんですけども、まあ、それはちょっと観客の方にはまあ見ていただくとして、我やっぱりこの作品こう演技っていうところでもすごく大事な部分があって、うんまあ、第1章ではカルセル真紀さんが主役ということで、はい、ねなんか代表作になりそうですね今までいやそう言っていただけるとすごく監督としては嬉しいですよね。なんかこれはだからカルセル真紀さんの、うん、代表作に、まあ、今までそんなにその見るきっかけもなかったんですけど、こうなんかちゃんとしてる、うん、演技をしてるカルセル真紀さんっていうのをなんか、まあ、俳優カルセル真紀っていうのをドーンと感じましたね。うん、今までは、まあはいね、深作さんの道頓堀であるとか、はい、あの本当たくさんの名監督とご一緒に映画を作られてきた経歴があったんですけども、はいはい、もう私が知る限りで言うと、うん、やはりあのカルセル真紀さんという方 の,、うんあのまあ、表だったイメージっていうものに近い役だったと思うんですけど、はいはい、
今回は、女性になりたいという思いで生きてきた人ではなくて、うん、男性として生まれて、女性と結婚して子供ができて、はい、でその娘が、まあ、性的な傷つけられ方をして、はいはい、まあ、自分自身がそこで抱きしめてあげられなかったっていう思いから、うん、その子が死を選んでしまったという、はい、父親の役なんですよね。ね、でその父親が自分の娘を失ってしまったことをきっかけに、うん、その娘を死に追いやっていったものは何なのかということを突き詰めた結果、うん、その男性期といいますか男性でみたいなものが、娘を殺めたのではないかと思った時に、うん、自分自身の肉体の中にもう存在しているその娘を死に追いやった、男性期っていうものを組み始めたと、うん、ね、それを切除してしまったっていう元父親の役をやっていただいたんですけれども、うん、もうそういう意味ではそういうご自身のイメージとは全く違う、はいはい、をやってくださったっていうのはおそらく初めてだったんではないかなと思います。うん、そうですね。もう、まあ、一人芝居されますけども、それも圧巻でしたね。うん、すごかったですね。そうですね。やっぱりご自身の肉体から生まれた感情っていうものが本当にほとばしっていましたし、やっぱりカルーセル麻紀さんという方は、まあ、命がけで、うん、生きてきた方なんだなっていう印象が私の中にありますけれども、はい、この映画自体も本当命がけで、うん、向き合ってくださったので、うん、80歳でマイナス20度の中で、ね、本当に、はい、歩いていくっていうシーンもずっと長回しさせていただけましたし、そうですね、そういう意味では、はい、本当に監督スタッフ他のキャストたちと同じように、はい、死ぬ気でこの作品を一緒になって作ってくださったっていうことも大きいかなとは思います。はい、ぜひともね、それは、画面でね、見てほしいなと思いますね。はい。まあ、でもまあ、これ、大小が大小なんですよ。皆さん、一人芝居が、まあ、ある、ね。あ、そうですね。あるっていうのがあって、まあ、第二章ではこの、相川翔さんが主役になるんですけども、はい、でもこれもまあ、第一章、第二章と一緒で、親子のね、ものが、だから第一章もまあ、親子の話でしたけども、はい、第二章でもまた今度、父親と娘っていうね、今度、またちょっと違うパターンの、親子関係ね、ね、ありましたね。秋田さんは、うん、非日常な役をやられることが普段は多いと思うんですけれども、はい、今回は非常に日常の中で生きている父親のところに、はい、まあ、娘が5年ぶりに帰ってきましたと、はいはい、でその娘がまあ、どうやら妊娠しているようなんですが、その妊娠しているその子の、親は、まあ、かつて犯罪を犯した男性の子供で、はい、という中で、はい、父親としてどういうふうに受け止めていくのかっていうことだったり、うん、妻が交通事故で、運ばれてきた時に、うん、治療をやめるかやめないかっていう選択を家族でどう決めていったのかっていうようなことを罪の意識として、ね、はい、いらっしゃる父親をやってくださったんですけれども、うん、はい、本当に新しい今まで見たことのない、そうですね、はい、表情だったりつぶやきの声だったりを見ていただけるのかなっていうふうに思います。割合の力まない演技っていうかね、今までやっぱり V シネのイメージとかってちょっと叫んでるとかこう、うん、めっちゃ力込めたっていうあれなんかちょっと肩の力が抜けてるもう演技で、逆にそれが難しかったよなと思いながら拝見して、その辺も面白かったですね。良かったですね、はい、ありがとうございます、はい、でまた今度第3章では、はい、前田敦子さんがね出てきて、私も前田敦子さんという映画何本か見てるんですけども、うん、前田敦子さんって一本一本もうすごく真剣ですよね。そうですね、非常に真剣、うん、だからもう先ほど、まあ、カルセル麻紀さんの代表作って言いましたけど、前田敦子さんも毎回どの映画出てもこう代表作にするためになんかすごく演技されてるなと思って、うん、今回も割合もまた今までよりも少し、まあ、言い方は上目線になりますけど、ちょっと成長した役っていうか、なんかそれ感じましたね、はい、うん、なんかね、前田敦子さんという人はきっとずっと渇望していらっしゃる人なんだろうなと、はいはいはい、私の中で印象を持っていて、なので常に新しい
自分、新しい演技、新しい表情、新しい声っていうのを、はい、探ってらっしゃるのかなと思った時に、でも今回の役っていうのは非常に難しい役ですし、はい、まあ、はい、映画で並々ならぬ我々の思いがある作品ですから、はい、しかもお金も集まってない、まあ、配給も集まってないっていう中でのオファーでしたから、はいはい、1ヶ月間悩まれたんですけれども、うん、まあ、やっぱりご自身の中である一つの可能性を見出していただいて、うん、挑んでくださったんですけれども、うん、もう大阪の本当に最後のクライマックスのシーン、はいはいはい、3人ぜひね、うん、目を見開いて見ていただきたいシーンですけれども、うんうん、はい、実際にその場その場ので何があってどんなことを子供時代感じていたのかっていうことを、うん、実際に感じながら、まあ、演じるというか、うん、本当に肉体から感じだったり声だったり表情がこぼれ落ちるっていう形で、うん、発露してくださったっていうのは、ね、すごく監督として姿が撮れたっていうのは、まあ、幸せなことだったなと思います。すごいね、体当たり演技でもあっちゃんっていう呼び方が失礼になってきても、やっぱ前田敦子さんってね、なんかこの作品から言わないといけないなっていう感じで、ちょっと気安くなんかあっちゃん言われんなと思いながら拝見して。気安く呼んでたんですか、今まで。え気安く今まで呼んではったんですか。そう、でも、もう、まあ、最近ではやっぱり女優さん完全なりはってんで、やっぱり前田敦子さんですね、まあ、もうアイドルじゃないでね、やっぱり演技派女優に、ね、なりはって。毎回だからもう一生懸命演じてあるなと思いながら、うん、でも今回まあモノクロのにもちょうど合うというか、もう合うようになったんでしょうね。ちょっと今やったらキャピキャピしてたちょっとモノクロの映画には合わないかなと思うんだけど、今回もすごくそれも合いましたね。カラーじゃないところもすごく。そうですね、前田さん、うん、本当に白目と黒目がはっきり分かれてるので、ね、そういう意味でもモノクロに非常になんか合ってるというか、はい、黒が逆にさらに雄弁にしてくれたっていうところもあるのかなというふうには思いました。なるほどね、はい、まあ、第三章はね、まあ、大阪のね駅前ビルとか出るんで、それも逆に楽しめる部分もあって、あ、そうですね、大阪も出ますし、東通り商店街も出ますし、皆さんきっと関西に住んでた人は、あの喫茶店やなと思って分かる、分かるとこが映ると嬉しいなと思うな、それもあって、あ、はい、まあ、意外とだからモノクロでこう内容も暗いんですけど、割合意外と明るいシーンもあったりねしますしね、はい、そうですね、見ていただきたいと思います。これまあ、なんか、はい、つもりはあまりなかったんですけどね、テーマとして描いていることがね、はい、思うかもしれないですけど、うん、映画全体としてはあんまり暗くなく作ったつもりではあります。そうですね、だからテーマは重たいですけど、そんなにグッとなんでしょうね、沈むような暗くなる映画ではなくて、それは演技でこう訴えられてるから、なんかその辺はこう明るいシーンも彫り込まれてるんで、良かったかなと思いますね。はい、ありがとうございます。ぜひともね、ちょっとね、今日は無駄だとちょっと話しってしまいましたけど、ぜひともちょっと劇場で内容と演技をね、はい、皆さんに見ていただきたいと思いますし、これ、題名に込めた思いっていうのは、なんかこの題名がこの1月の声に喜びを刻めっていうのは、思いとしてはどんな感じですか。そうですね、うん、物語が1月から始まるっていうのもあります、はいはい、やっぱり1月っていうのは、うん、まあ、新しい月、はい、まあ、再スタートの月であるっていう、うん、まあ、意味合いがありますよね、はい、再スタートである1月に、なるほど、皆さんが聞こえる声なのか、皆さんの声なのかは分かりませんけど、はい、もうその中に喜びを刻んでいただきたいという思いを込めて、このタイトルをつけました。始まりということもあるということですね。その過去を振り返ってからのまた新しい始まりという意味もありますね。はい。はい、じゃあまたこれ、ヒットしたらね、2月以降も作っていただいた楽しみや。2月の声っていう。もう1年間イヤーをこう何年、12年ぐらいかけて。わかりました。はい、最後になりますけども、メッセージよろしくお願いします。はい、はい、そうですね。はい、今まで試写で見ていただいた皆さんに、本当にいろんな発見をしていただいている映画かなと思いますので、はい、皆さん、
ていただいて、はい、いろんなところにいろんな発見をしていただいて、はい、皆さんなんかいろいろワイワイ話していただけたら嬉しいなと思います。はい、これありがたいことに尼崎市ムービックス尼崎でもロードショー公開の劇場に入ってるんで、はい、個人的に嬉しくて、はい、あまり入らない尼崎が入ったなと思いながらまた嬉しく思ってますんで、その辺も魅力ですけども応援させていただきます。はい、はい、ありがとうございます。本日はお忙しい中どうもありがとうございました。ありがとうございました。